どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は普段ミニマリストじゃない彼女と同棲をしているんですけども、ドン引きされないのとか、喧嘩しないのとか、どうやってうまくやってるのっていう疑問質問たくさんいただきます。ありがとうございます。なので今回はその疑問にお答えするような形で、僕が日々実践していること、意識していること、15個っていうのをシェアしてみようと思います。なのでミニマリズムに興味がある方、興味ない方も含めてですね、今回の動画見てもらえたら、パートナーの方と楽しく安心して幸せに暮らせると思いますので、はい、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。でまず早速僕が実践していることを一つ目なんですけども、自分のスペース以外はいじらないっていうことをやっています。はい、どういうことかと言いますと、例えばこのスペースは共有スペースにして、ここにあの季節物衣替えのやつとかも置いてあるんですけど、なんかもっといいアイディアないかなとかってやっぱ思うわけですね。でいいアイディアが思い浮かんだとしてもいじらないっていうことをしてます。で代わりに自分のスペースの中で、例えばノートパソコンじゃなくてデスクトップパソコンがいいんじゃないかって思ったら、もうすぐデスクトップパソコン買いますし、あとはこの下の部分ですね、まあちょっと見えるかわかんないですけども、結構ごちゃごちゃしてるんですけども、この中はもうほんと自分のスペースなので、自由に物を入れ替えたりとか、いらないなと思ったものは手放したりとかっていうものは自由にやってます。はい、じゃあ共有スペースはどうしてるんですかっていうことで実践していること2つ目なんですけども、共有スペースの場合は話し合うってことです。必ず話し合って決めます。例えばですね、キッチンスペースなんかはもろ共有スペースだと思うんですけども、あ、ここはいいですね。例えばこういったところ、なんかタッパーとかが、これ前すごいいっぱいあったんですね。もうこれ2列全部タッパーで、明らかに使ってなかったんですよ。なので1個捨ててもいいかなとは思ったんですけども、まあ、でもそこは捨てずにですね、あの話し合いで決めました。なので以前その2人で断捨離点検動画を出したと思うんですけども、あれは主に共有部分の点検っていうことでやりました。はい、なので2つ目実践していることは、共有スペースの場合は必ず話し合って、手放すか手放さないかっていうのを決めていきます。スペース以外にも共有しているものがあります。でそれが実践していること3つ目なんですけども、共同財布です。今ですね、ここにこうやってあるんですけど、なんで共同財布を作ってるんですかっていうと、まあ、2人で話し合って決めたっていうのもありますし、僕の知り合いの人で何千人も担当してきた恋愛カウンセラーの人がいて、その人が最初は共同財布作るといいよっていうふうに教えてもらったので、共同財布を作りました。はい、でどれぐらい入れてるのかっていうと、まあ、お互い2万2万出して4万円ですね。はい、4万円を入れてます。ちょっと今使っちゃったんであれなんですけども、そうで、この中で主にこう日用品だったり食費っていうのを払ってます。で払ったら必ずレシートを取っとくっていうことをしています。はい、はい、そんな感じで、あと細かいその共同財布のルールっていうのはまた別の動画でもシェアできたらいいかなっていうふうに思うんですけども、そう、今回は共同財布を作っているっていうのが実践3つ目です。ちなみにあのこの動画を見てる人で、もし同棲してる人がいたらですね、うちは共同財布にいくら入れてますよみたいな、そのコメントで教えてほしいなというふうに思います。ではお金つながりで実践していること4つ目なんですけども、相手の出費に一切口を挟まないっていうことです。はい、例えばですね、僕はもう洋服は着れればいいじゃんっていうふうに思っているので全く興味ないですし、出費をかけてないんですけども、彼女は洋服大好きなんですね。そう、洋服大好きで、あと基礎化粧も大好きなんです。なので お化粧品だったりとか、あとは洋服っていうのを結構な頻度で買い物をしてます。で買ってきた洋服はこのタンススペースに入れているわけなんですけども、結構その増えていったりとか、あとは畳んでしまうのが大変そうだったりとかですね、まあそのストレスを感じたりっていうのを見ていると、まあ、手放せばいいじゃんとか、もうそんな買わなきゃいいじゃんとか思うわけなんですけども、でもそれはもう言わないということですね。なんでかって言ったら、相手がその洋服が好きなんで、その好きを尊重するって感じです。ということで実践していること5つ目は、相手の好きを尊重するっていうことを意識します。彼女は旅行が好きだったりするので、この前も友達と一緒に海外に行ってましたし、今これ撮影している時点でもですね、あの彼女は飛行機乗ってどっか行ってますよ。そうなので、まあ、そういった相手の好きっていうのは尊重してあげるっていうことですね。でじゃあいない時家事どうしてるんですかっていうことだと思うんです。ということで実践していること6つ目はですね、家事はできる方が全部やるっていうことです。それはこうやって掃除をしたり、ご飯作ったり、洗濯やったりっていうのは全部
やってます。ただ僕が全部やって相手が一切やらないかって言われたらそういうことでは全然なくてですね、僕が忙しかったり出かけている時っていうのは相手が家事全部やってくれます。そうなので、まあ分担してできる時にやってるっていう感じですね。でなんでこういうことを言ってるかっていうとですね、僕の大学の時から知り合いだったその女性がいるんですけど、その人がつい最近結婚して別れちゃったんですね。でなんでかっていうと、その両親が倒れた時に、まあ実家に戻りますと1週間ぐらい家を空けますっていうのを旦那さんに言ったんですって。そしたら旦那さんが、じゃあ料理誰するのとか、掃除誰するのとか、俺何もできないから、どうしようってすごい焦ったんですって。そうで、それを見てドン引きして離婚しちゃったっていうのがあるんですよ。確かに今共働き時代じゃないですか。なのでその相手にどっちかに負担が偏っちゃったりするとやっぱりバランス崩れちゃうのかなと思って、なので僕もその自分でできるところはやっているっていう感じですね。一人暮らしの時に家事は全部やっていたので、自分別に苦じゃないっていうふうに思います。ただその自分も仕事があるわけなので、パワーパワーって家事は済ませちゃいますけどもね。はい、家事をしながら僕が実践していること7つ目なんですけども、女性にとって興味深い空間を作るっていうことです。女性にとって居心地のいい空間とかでもいいと思うんですけども、例えば僕が実践していることはですね、こうやってお花をいつもこうプレゼントしたり、ちょっと今これ枯れちゃってますけども、こんな感じでプレゼントしたりですね、あとは匂いの部分で、今これお香ですけども、お香だったりアロマっていうのを炊いてます。あとは床を光らせるっていうこともやっています。でこれは、断捨離で有名な山下秀子さんっていう方が言っていて、なんかいろんなところを光らせなさいと、いろんなところを磨きなさいっていうことを言ってたんです。でそうすると女性が輝けるからってことを言ってたんですね。まだその理論理屈はどうなってるか全然わかんないですけども、とりあえずそれを実践しているっていう感じです。あとはこういうのをやったらいいんじゃないですかとか、ぜひこういうこともやってほしいっていうのがあったらですね、コメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。で8つ目なんですけども、自分のリズムを相手に合わせていくっていうことをしています。なんでかっていうと、僕はミニマリストやって、4年5年経つわけなんですけども、それなりに自由度が高くなっていきました、おかげさまで。そうで、相手は会社員でありシフト制なんですよ。なので生活リズムがめちゃくちゃもうバラバラなんですね。でその中でお互いの時間を作っていくにはどうしたらいいかって言ったら、僕が合わせに行くっていうところが一番簡単なので、そうしてるっていう感じなんです。そうなので、ぶっちゃけ生活リズムだったり僕自身のルーティーンというのも崩れてます。崩れてるんですけど、そこはちょっとグッとこらえてですね、2人の時間を確保するっていうところに重きを置いて今やってます。はい、なので、この話はちょっと参考にならないと思うんですけども、実践してること8つ目はですね、自分から相手のリズムに合わせに行って2人の時間を作るっていうことです。で、そうやって実践しながら2人で暮らしているわけなんですけども、いやその中でマンネリ化しないんですかっていう疑問が浮かぶと思うんです。でそれに対して僕が実践していること4つシェアをしていきます。でまず1つ目が、当たり前の生活にこそ感謝をするっていうことです。なので僕普段ご飯食べたりとか、こう普通にぼーっとしてる時でも、なんかありがたいなーとかってやっぱ口に出して言うようにしています。でそうすると彼女も、そうだね、やっぱこういう時って大事だよねみたいな、ありがたいよねとかっていうことになって、で2人でなんか日々の当たり前のことに感謝ができるようになるので、なので別にそれでマンネリっていうのも感じないっていうふうに思います。ただそれだけじゃ別にマンネリ化するかもしれないので、まだ他に意識してる実践してることがあります。でまず2つ目にですね、その月初めにデートの日程を組むっていうことをしてます。やっぱずっと家に2人でいるのも、それはそれで本当にマンネリ化してしまうので、2人で遠くに出かけたりとかデートする日っていうのをもう決めてしまいます。でその時間はもう死守するということでやってます。大体月に2日ぐらい予定を入れてますね。2週間に1回ペースで予定を入れてます。はい、で次になんですけども、デートするときは同じ場所に行かないっていうことです。そう、必ず新しいところに行くっていうことを実践しています。でなんでかっていうと、その同棲開始した直後はですね、結構近場で用事を済ませることが多かったんですよ。でそしたら、いやものすごいマンネリを感じましたね。またあそこでいいんじゃないとこうやってその近くの町に行ったりとか、そう、あこれはまずいと思いましたので、なので行くにしてもお店を変えたりとか、あとは行ったことのない場所にわざと行ってみるとか、あえて行ってみる、頑張って行ってみるっていうことをしています。でそれするとなんかいずれはどんどんその行動範囲も広がっていくと思いますし、それはそれで楽しいと思うんですよね。なので、デートをするときっていうのは必ず今まで行ったことがないところに行ってみるとか、その場所土地に行くのでしたらお店を変えてみるっていうことをしています。
はい、で、最後ですね、タイムリミットを決めてるっていうことなんですよ。でタイムリミットって何かって言ったら、その同棲はいつまで、でその後はもう結婚みたいな、そういうタイムリミットを決めて、ちゃんと相手にコミュニケーションしてます。はい、いつまでに結婚するからねみたいなことを言ってます。以上がですね、僕がマンネリ化を防ぐために実践していること、以上4つですね。でもし他にこういうことやってますよとか、自分たちはこういうことやってますっていうのがあったらですね、ぜひコメント欄で書いて教えてください。そんな感じで、日々の当たり前のことに感謝をしつつ、定期的に新しいこと、新しい体験をして、その新鮮味っていうのも取り入れる、まあそんな感じで、その安心感と新鮮味のバランスを意識しながら実践しているわけなんですけども、ここからですね、ラスト3つですね、徐々に大事なことになってきます。で僕が実践していることを13個目なんですけども、否定よりも建設的なアイデアを言うっていうことなんです。そう、否定的なことはもう一切言わないですね。なんかそれダメだとか、やっちゃダメなんじゃないとか、無駄だよとか、意味ないよとかですね、そういったことは言わずに、だったらこうしたらどうとか、こういう商品があるけどどうみたいなそうそう、だったらこれ置いたらどうとか、こっちに置いたらどうみたいな、そう、だったらこうしたらどうっていうのを言っています。はい、でそうするとですね、相手も別に悪い気はしないですし、今よりこれよりももっといいものがあるかもしれないっていうことで、じゃあそっちやってみようかなっていうふうにもなってきますし、まあそれが嫌だったら別に嫌だ、これがいいんだっていうことで、あ、分かったどうぞっていうふうになりますし、まあ、なので否定は絶対にしないと。でその代わりに建設的なアイディア、これもっとこうしたらどうみたいなことを言うようにしています。普段実践していること14個目なんですけども、ありがとうを言いまくるっていうことなんです。で、まあ、やっぱ女性ってすごい気を使える人が多いので、僕の彼女もなんかいろいろなことをこう細かいことをやってくれてるわけですよ。例えば帰ったら掃除をしてくれてましたと、そしたら、あ、掃除をしてくれたんだありがとうだったり、彼女が会社に行くときにこう出かけるついでにゴミを捨ててくれたと、そしたら、あ、ゴミを捨ててくれてありがとうとかですね、あとはこう LINE の連絡をくれたら、あ、LINE の連絡をくれてありがとうとかですね、まあ、そういったことを言うようにしてます。もうこま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 何かしてくれたら必ずありがとうっていうように言ってます。まあ、ただですね、 100% できてるかっていうふうに本人に質問したら多分できてないと思いますけども、まあ、でもできる限り多くですね、ありがとうっていうことを口に出して言葉でコミュニケーションするってことを実践しています。最後、僕が実践していること15個目なんですけども、ぶっちゃけですね、1個目から14個目は全部忘れちゃってもいいっていうぐらい大事なことになります。これだけやっとけば大丈夫っていうことになります。で、なんでかっていうと、僕は別にこれ編み出したとかではなくて、何千人も見てきた恋愛コンサルタントの人が、これだけやっとけばいいよショッピングって言って教えてもらったことなんです。まあ、なので間違いないかなというふうには思うんですね。で、それ何かっていうと、こまめな連絡なんですよ。こまめに返信をしてくださいっていうことです。で、僕はそれも徹底してやっています。僕がミニマリストになれたての時っていうのは、 LINE の友達もほとんど断捨離してしまったわけなので、誰かと連絡するっていうことは1週間に1回あるかないかぐらいだったんです。本当に誰ともコミュニケーション取れなかったわけなんですけども、ただ今おかげさまでですね、この YouTube だったり、あとコンサル生さんとかコミュニティの人とか、あと Twitter、Instagram の SNS の DM とかですね、もうめちゃくちゃ来るわけですよ。そっちを優先的にやってしまうと、彼女との連絡がおろそかにやっぱなっちゃうんですね。で、それだけは絶対しないでっていうのは、その恋愛カウンセラー、恋愛コンサルタントの人に教えてもらったんです。何年もかけて何千人の恋愛コンサルをしてきた人が、こまめな連絡だけしとけばとりあえず大丈夫だからっていうことを教えてくれたので、僕は最後にこれはもう本当に大事にして、一番大事にして実践をしています。この動画を見てくれている人で、まあ、同棲をしていないにしても、付き合っている人とか、もうすでに結婚されている方もいらっしゃると思うんですね。で、その方たちは、普段1日どれぐらい連絡をしているかっていうのをちょっとコメント欄で教えてほしいです。そう、皆さんどれぐらい連絡を取り合っているのかっていうのをちょっと僕も知りたいので、ちょっと教えてもらえたら嬉しいです。はい、という感じでシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。僕は全然恋愛マスターでも何でもないので、まあちょっとでも参考になってくれたら嬉しいという気持ちでシェアをしてみました。で、もしですね、これが役に立ちましたとか、これが意外でしたっていうのがあったら、ぜひコメント欄で書いてもらえたらなというふうに思います。そして今回のお話がちょっとでも面白かったで、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。
こんな偉そうなこと言っていましたけども、結局は相手も僕のライフスタイルだったり仕事のスタイルを理解してくれているからこそ僕が自由にできると思うんですね。そうなので本当にそれはありがたいなというふうに思います。なので付き合う前にそういう価値観のすり合わせをしておくっていうのは本当に大事かなというふうには思ってるんですね。でそれに関しては僕もいろいろ本を読んでいろいろコンサルを受けてですね、もうめちゃくちゃ勉強してこれだっていうのが見えたので、それはまたなんか別の機会でシェアできたらななんていうふうに思います。僕が学んできたことだったり体験したことっていうのはもうこれからもどんどんシェアをしていきたいので、はい、もし楽しみにしてくれたら嬉しいです。